暗号通貨ニューススダイジェストです皆さん、本日もよろしくお願いします。まあ、速報としてですね仮想通貨取引所コインチェック新規口座開設を再開ということでコインチェックがまた新たにですねリスタートしたということなんですけども、まあ、残念ながらですねコインチェックをはじめ日本のこの暗号通貨取引所っていうものですかこれは完全にねドメスティックで日本国内では使われるでしょうけども世界においては全く影響力を持たないということになると思います。えーとですね、もう非常にね日本の 仮想通貨取引所って使えないんですよね日本人にとってはすごくいいと思いますよ、日本人にとっては。日本語しか喋らないんで、えー、日本語しか理解しないし、日本以外の取引所にはすごくアレルギー反応を起こしてますからね、日本人は。まあ、そういううい意味でで言うと、まあ、我々がですね この日本の暗号通貨市場をダメにしたと。ICO に参加した人が異常に多かったのも、ビットコインを後追いで買ってですね、損失を出して嫌なイメージを植え付けたのも日本人。日本が最後のチャンス、暗号通貨立国ね、仮想通貨大国となるべき、この日本という国、ダメにしてしまったな、ということですよね。これからは、あの、本当にね、金融の、まあ、なんですけ金融上級クラスの人だけが、 あコインチェックも使うけども、世界のね、えー、取引所を主に使って、えー、きちんとですね、コミュニケーションを取りながら、あリスケッチしながら資産を増やしていくということになると思います。まあ、ですので、本当に、歌方の夢で、えー、まあ、私は自分はもう海外とかあまり、あのね、行かないし、英語全然ダメだし、翻訳を待つしかないとかね、えー、そういう方はこれからも、偽 ICO とかね、インチキっぽい、えー、暗号通貨に、 かもられてしまって資産をどんどん減らすだけの人生これがまあ二極化の一部ではありますよねそういうことになると思いますあの本当に身も蓋もない厳しいこと言いますけども,も振り返ってみたらそうじゃないですか,なんか分かってない方は分かってないまま資産を分かってない方法で失っていまだにねマイニングなんとかとかね、えー、なんか,なんですかビットコイン投資とか全然利回り取れてないこと一生懸命やってなん LINE グループとかなんか入ってね質問したりしますけども まあ、無駄ですからね、残念ながら。あんなことでお金稼げるわけないですからね。うん、よく考えてみたらね、わかるんですよ。客観的に考えたら、自分がそれに参加してないとして、あの参加してる人がそういうやり取りをしてるなってのを見たら、どうですかと、自分も参加したいかと思うか、それとも、ああ、かわいそうにって思うか、まあ、そういう姿を見ていかないといけないですし、大体、その <laughs> なん、今日はね、最初から飛ばしてますけども、すみませんあの。詐欺にかかる人って、詐欺にかかったって自覚がないんですよ。当たり前ですけども。 で、詐欺ではなくて、運営も本気でやってる可能性があります。運営も生半可な知識とかスキームで本気でやっていて、えー、だから誰も嘘をついてない状態で、えー、もう暗闇に向かって突き進んでるみたいなね、ことがあると思います。えー、っと、コインチェックの話もとします。コインチェックも結局、日本語対応以外はしないということで、世界の市場からは完全に置いてかれて、じゃあ日本が優位性を持ってるかっつったらもう持ってないんで、残念ながらこれから、金融更新国になるのはこれからですよ。 今までは別に金融更新国でも何でもないですよ。金融、なんですかね、先進国であると言ってもいいぐらいです。上位の方です、日本の金融は。すごく信用力もあってね、市販、お金もすごくたくさん持ってて、何よりも日本円の信用がありすぎました。でもこれからはそうではないです。えー、全部ね、えー、もう、なんか、ブームに乗って参加した、うん、多くの方がね、多くの方がやっぱりダメにしたところがあると思います。コインチェックに対してもそうですしね。 さあ、ちょっとまあ暗いニュースはこの辺にして。消えていないよ仮想通貨取引所メイプルチェンジツイッターを再開。あ、なるほど。再開したんですね。え、米政界で高まる仮想通貨の存在が6割以上の米国人。仮想通貨で政治献金あり。あ、いいじゃないですか。仮想通貨で献金してください。仮想通貨ウォレットのサポ、社、創業者。何ですかこれは。え、現代からのビットコインは2、92年のインターネットのようだ。うん、まあ、これは別に、 ねえ、この創業者がその中に誰でも知ってるよって話ですけど、なんでしょうね。イーサリウム企業連合、新しい仕様書をリリース、うん。イーサリウムも新しい動きを出してきましたね。イスラエルのブロックチェーン企業、スタークが34億調達。うん。ブロックチェーンにやっぱりお金が流れていくっていうのはずっと申し上げてますけども、えー、イスラエルがですね、これから、あ、まあ、金融に関して、それから、いろんなね、文化とか、あ経済とか、国際理に関して、 中東での首都にななるんだからそのマンハッタンみたいな感じですよね昔のロンドンとかこういうような形で、えーあのー、中東イスラエル地区っていうのはイスラエルがやっぱりいろんな権利を占めていくのかなと思いますで,でビットコインやリップルの下落は続くのか29日の主要仮想通貨テクニカル分析なんですけども、うん、下げ止まるのは下げ止まると思いますよ下げ止まるというかもうこれレンジに入ってるんですよ あの、下がったりはしますけども、そんなに大きくは下がらない。レンジに入っていて、これはあ、何種類かの通貨がこれから爆上げする直前なんですよ。何種類かの通貨ですよ。ADA はもうちょっと後です。うん、EOS は、わかりません。もうこれ以上上がらない可能性が高いですね。イーサリアムはこれから値上がりするでしょう。で、えっと、BTC は、ドカンときますね、これは。今年とは言わないですよ。で、一回上がると今度は買いの勢力がものすごく入りますからね。えー、BTC は、すごく上がります。BTC。XRP、 はあ極めて高く上昇するんですけども、これはね3年がかりとか、ね、早くても、5年がかりとか7年がかりで、えー、右肩上がりをぐん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 あの続けます、金みたいな感じで右肩上がりになります。えー、ドイツが金融商品として ICO を支持、えー、国際的規制 必要と主張。はい。ICO ってのはもともと、金融商品として成り立つわけなんですけども、ICO まがいの ICO がね、えー、たくさん出たことによって、それを台無しにしてしまいました。ただ、我々は、あの、ICO っていうの概念をもうちょっと変えなくちゃいけなくって、ずっと今まで YouTuber が紹介してきた ICO は ICO ではないってことをまずね、えー、心に強く止めておいてください。えー、そんなね、小分けして10万とか数十万とかで、100万円下で買える ICO はないと思った方がいいですよ。 紛争ダイヤモンド追跡で、えー、業界最大手、えー、アルロサがあデビアスのブロックチェーンプロジェクトに参加。難しい。わかんない。<laughs> えー、全銀ネットと富士通、えー、ブロックチェーン技術を活用したあ銀行家検査への実証実験を実施したということで、遅いですよ。本当に。何今頃やってんだって感じですよね、うん。それとも今までこういうプラットフォームを作るのに時間がかかったってことなのか、それとも上司が、ね、なかなか口説けなかったのか、何なんでしょうね。 今からブロックチェーンに参入しても、しないよりいいですけどもね、主導権は握れません。えー、欧州最大の仮想とが取り仕事、ビスタップス、うん、ビスタ、ビス、もういろいろね、なんか最大のとか出てきますけど、今度は欧州最大ですか。ビットスタンプ、うん東証上場のレクソン創業者で、えー、コービット、大株主が買収、うん、なるほどね。よくわかりませんね、これも。 わかんない記事もありますからね、はっきり言って。そこはね、あの深読みするのを、ちょっと別の機会に設けようと思います。先週末からの穏やかな動きが、えー、一変急落と反発。仮想通貨ビットコイン相場実況ということですけども、ビットコインはそんなにね、大騒ぎするような、まあでもすごいですよね。70万が71万になったりとか、71万が69万になったのは、本当はすごいんですよ。こんな値、ね、動きは。 ただ今までのボラティリティ見てると、比較的大きく動いてないなっていう風に感じれるのは、本当に錯覚のなせる技ですよね。それにしても、大きな突き上げ、ビットコインきますからね、ドカーンと仕込んどいてくださいね。え、台湾の仮想通貨議員、スタートアップ支援目的に、え、政策提案ということでございます。うん。で、シンカポールの大手電力会社、ブロックチェーンを活用した太陽エネルギーということですね。ブロックチェーンがどんどん賑わってきましたね。 えー、これは昨日お伝えしたニュースですね、カナダの仮想通貨取引所、持ち逃げしたんではないかということで、だからあのよくよく自分が投じる会社のことを調べておかないといけないと、調べられないんだったらやらないことですよね、わけのわかんない会社に就職しないでしょ、皆さんも。うん、だから時給とかあの、初年度の待遇だけで会社を選んで入社するのはどんなに愚かなことかっていうことを、全くね、学んでなくって、結局繰り返しちゃってるんですよ。 暗号通貨もよくわからなくてみんなが買い買えって言ってるからとかね、進めてくる人がもっともらしいこと言うからうのみにしてってことで裏付けを取らないんですよ。で、裏付けを取る方法も20年前の情報革命の時にあれから20年経ちますけど身につけなかったんで裏付けの取り方もわかんないし取る意識もないんですよね。まあこういう風な情報に対するセンスが薄いね、方が大勢で暗号通貨とかってね、買うわけですからもうわかんないですよやっぱり。 暗号通貨を作ってる人とか、それを流通させるためのスキームを組んだ人と同等の世界に入るってことですからね。うん、なかなか厳しいんじゃないでしょうか。うん、甘い話はあるんだけども、甘い話をつかめるには、なかなかスキルが足りないっていうのが現状ではないかなと思います。本日の暗号通貨ニュースダイジェスト、結構辛口でお届けしましたけども、あまりバットのサインをつけないでくださいね。えー、グッドをつけてください、グッド。それでは失礼します。